分かってしまったのだろう、源一郎殿。巫女様の命にて。おう、伺いたいことが。その前に先じゃ。はあ、褒美に取っとけ。落ち水に見入られた我が孫源一郎、よくあれを止めてくれた。礼を言うぞ。我が父の掟に従ったまで。忍びの掟か。なるほど。お主、フクロウのせがれか。あの国取り戦で拾われたわらしよな。は。めぐってここに至るか。人の絵にしてはつくづく面白い。そうは思わぬか、のう、赤色よ。あなたは？して、そのお主が何を知りたい？巫女様の目指す、不死立ち、その鍵となるものを。不死斬り。不死斬りならば、あるいは鍵となるやもしれぬ。不思議り。尋常な術では死なぬ者すら殺す。それゆえにな。死なぬ者とは？虫付きとか言ったかの。わしも見たことはないが。真の像を貫こうが、首を落とそうが死なぬというぞ。まことであれば恐るべきことよな。うん、そういった化け物すら殺す。それが不思議りよ。不思議りはいずこに？千宝寺にあると聞く。ただ不思議りは抜けぬというぞ。抜けぬとは？ただそう伝わっておるのよ。だが今やあの寺は門を閉ざしておる。生草どもめ、お山にこもり何をしておるかは知らぬが、まともな道などつながっておらぬのよ。これを。お主、わしのやった酒をわしに飲めというのか。気に入った。もらおう。やはりこれじゃ。
時に、お主、源一郎はどうじゃった？どう、とは？刃を交えたのじゃろう。ただ強かった。そして、異様な技を。ほう。巴の雷とは一体。それはのう、源一郎の死の技じゃ。なかなかに面白かったであろう。死とは？巴、あれほどの使い手はそうはおらぬ。まるで舞のようにあの女は戦う。あやつの瞳を覗いておると、皆そこに引き込まれるような心地がしたものよ。見惚れて切られそうになるなど、この一心長く生きたが、あのひとたびのみじゃ。行くか、赤炉。伏立ち。それもまた戦よ。そして戦では、関わる者の願いやら、企てやらが渦を巻きおる。迷えばその渦に飲まれ。戦に敗れる。そうじゃ。肝に銘じておくがいい。赤炉よ。迷えば敗れるぞ。赤炉よ、仕立ちのため行くか。では
一心様とも礼を言おう、源一郎。そうですか、源一郎殿。まさか落ちの…それは何だ。落ち水の中でも特に濃いものをそう呼びます。あなたもご覧になったでしょう。落ちの檻を口にした者は当然に死んでいるはずの斬撃に耐えるほど強靭な肉体に変貌する。あれはもともとは我が師道元が調べていたもの。調べた書も薬も焼いて捨てたと聞いていましたが、私の兄弟子たちの誰かが持ち出していたようですね。大方道順あたりか。九郎様のお考えについては聞いた。して共に伏し立ちを果たそうと思う。そうですか。今までの助けかたじけない。まるで今生の別れのよう。私は主の命も果たしましたので、この城に残ります。いつでもお声掛けください。クスシとして助けとなりましょう。狼本の眉間のシワが、九郎様の節立ち。では前さんか、何の用だ。巫女様を、お救いすることができた。わしには関わり合いのない話だ。いや、礼を言う。少し目の影が薄くなったようじゃ。何だと。それで何か用か。おお、あの時の旦那じゃねえか。アシナの城では世話になったな。俺はここでしばらく居候さ。仕入れたネタの整理も必要だからな。旦那になら飽きないもするぜ。どうだい。情報以外の昔の手癖でな、つい集め供養供養が嫌になって一味も抜けたが、死体を見るとそれにまあしない。じゃあな旦那。
まだ埃がひどい。埃がひどいな。戻りましてございます。おお、戻ったか狼。一心様とは会えたか。はい、不思議ならば鍵になりうるやもしれぬ、そう仰せでした。不思議り、先方寺にある死なぬ者を斬る刀とか。なるほど、確かに流因の不死を断つことへも関係しておるやもしれぬな。御意。私の方は源の後期の手がかりとなりそうな書物を漁っておいたぞ。どうやらタケル様が戦況に帰るため調べられていたものだ。見つけた手がかりについて話そう。手がかりとは？花だな。巫女様、こちらを。これはもしや桜しずくか。それは流因の不死の契約がならざるとき引き換えに残るものという。タケル様が残されたものでしょうか。であろうな。狼よ、もし望むのならばこの桜しずくもまたそなたの力としよう。ありがたく。わかった、目を閉じてくれ。はタケル様の流因もまたそなたと共に生きるのだ。頂戴いたします。うん。もう目を開けてよいぞ。は。それはタケル様にいただいたもの、大事にしてくれ。ぎおい。巫女様、こちらを。これは源の子を求めた者が記した書物か。はい。光輝を放つ石が祀られた村だが、そのような村聞いたことがないな。芦名の底とあります。そういえば月見楼の傍らのお主が落とされていたあの井戸底の先に、そこの知れぬ深い穴があると聞いたことがある。あるいはそこと関係があるのやもしれぬ。探ってみましょう。ああ、だが身を投げるとは一体。身投げばそういったものを見待つ。それをステローの奥に、そこの見えぬ大穴が、そこにいた。その穴に身、身をな、はい、鳥居をくぐった方向か。試しに。わかった。花、まずは。これはタケル様が残された戦況に帰るため
源の後期この芦名を貫く。源よりその水が濃く溜まった場所で咲く白い花について書かれている。どうやらそれが源の水が濃く溜まった場所、深い渓谷など。なるほど。ならばあの谷には、その落ち谷はいずこに。城の裏手の林を抜けた先にあるぞ。林の奥にある白蛇のお社。言葉の通り、そこから落ちたところに落ち谷はある。まともな道はつながっておらぬが、そなたならば行けるであろう。ああ、そうだ、そなた香炉の残り香は嗅いでみたか。はい、何やら木くずのようなものが残っていました。そしてかすかに桜のような香りが。おお、そなたもそう思ったか。ただあの香り、桜のようでいて、どうした狼。あの香り、どこか懐かしい。嗅いだことがあるのか。おそらくですが、思い出せません。そういえばエマ殿が昔、城の裏手に桜の木があったと言っていた。それが関係あるやもしれぬな。お主にた。はい、何でしょう。城の裏手の床桜のことですね。タケル様が故郷より持ってこられた桜です。つまり戦況の桜か。はい、あれは不思議な桜で、春に限らず常しえに咲いておりました。ですが床桜の木も花ももうありません。枯れてしまったのです。何故枯れた。枝を倒り花を持ち去った者がいます。花をなくした床桜はやがて枯れ果てました。床桜の木そのものが失われてしまったのです。では、セキロか。これは、ナイフのネズミどもよ。こやつらはどこからでも入り込む。切ってもキリがないわ。時にセキロ、極めたか。まだ足りぬわ、セキロよ。さらにキリ
極めたか。まだセキロよ、さらに切れ。
落ち谷の鉄砲取りで噂以上よ、備えなきは無謀であったわ。懐かしい先方寺の鐘が聞こえら。